来たる5月1日、いよいよ新年号となります。令和時代がスタートいたします。なんとその令和時代の初めのプロレスということで、5月1日から4日にかけての4日間、なんと全8大会横浜ラジアント方におきまして、横浜プロレス祭り、こちらポスターにございます2019が開催されます。本日全団体の代表様お越しいただきまして、記者会見また、対戦カード等の発表させていただきたいと思います。それではまずはじめに、各大会、代表の皆様よりご挨拶をさせていただきたいと思います。はじめに初日でございます、5月の1日令和初のプロレス、女子プロレスといって、試合を行っていただきます。アイスリボン代表いたしまして藤本司選手、よろしくお願いいたします。はい、令和初の、女子プロレスということがアイスリボンで本当に光栄です。そしてですね、この令和の一発目の大会でアイスリボン新人をデビューさせます。すごい。はい、なので令和第1号のプロレスラーがアイスリボンで誕生するということです。しかもですね、それはちょっと変わったことに、そのデビュー戦の新人は練習生時代でなぜかチャンピオンになってしまったバニー及川というレフリーなんですよ。なので、そのトライアングルのベルトに私とユキヒが挑戦するという、前代未聞のデビュー戦タイトルマッチとなりますので、楽しみにしててください。以上。すいません。はい、ありがとうございます。続きましてでございます、初日5月1日の夜の部でございます。アクトレスガールズ様よりアノー沙織選手にお越しいただいております。はい、アクトレスガールズのアノー沙織です。5月1日の夜にするということなんですけれども、カードも何も知りません。もう分かんないです。なのでもう勝手に決めちゃうんですけども、もうカード発表しません。いいですかね。あ、いいけどですかね、はい、だからカード発表しません。でも多分皆さん来てくださると思ってるので、もう代表にも確認してませんけど、そんなアクトレスガールズ5月1日の夜の部をぜひ楽しみにしていてくださいです。はい、ありがとうございます。続きましてでございます、5月の2日、2日目の一発目はシードリングさんでございます。本日は代表高橋七重選手お越しいただいております。はい、こんにちは、パッション高橋七重です。シードリングではですね、毎年ゴールデンウィークならではのカードを盛りだくさんで行っております。今年は横浜ということで、あの横浜ベイスターズファンの皆さんにも来ていただきたいなと思っておりまして、ちょっと考えていることがありますので、その辺もお楽しみにしていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。なんか元気ない感じですけど、え、元気です。元気ないですか。元気です。パッション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 。はい、ありがとうございます。さあ、続きましてでございます、2日目、5月2日の夜はヒーズパーティーということで主催をしてございます、テキーラサヤ選手でございます。はい、ピースパーティープロデューサーのテキーラサヤです。ピースパーティーは唯一団体ではなく、大会ブランドなんですけれども、アイスリボンの若手主体興行ということで、大会ブランドではあるんですが、今回アイスリボンとの差別化を図りたいと思いまして、なんとピースパーティー所属レスラーをデビューさせたいと思っております。その辺でアイスリボンとは違う大会を皆様にお届けできたらなと思っておりますので、ぜひ5月2日の夜ピースパーティーお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。3日目でございます。3日目、お昼の試合は、フリーダムスさんの登場でございます。代表佐々木隆選手、よろしくお願いいたします。はい、プロレスリングフリーダムズ佐々木隆です。うちは3日の夜ですね、はい、夜でございます。はい、フリーダムズはですね、ぶっちゃけ言いまして、横浜ラジアントホールという会場にですねマークされております。え、はい、というのもですね、かつてデスマッチをバンバンやりすぎて、この団体はちょっと会場を汚すぞと非常にマークされている危険な団体でございます。まあそのあたりですね、今回いろんな団体さんと一緒にこうやってやることもあるので、横浜ラジアントホールさんに怒られないギリギリの範囲内で目一杯な、ハードコアなプロレスをお見せしたいと思っております。前日に、後楽園ホールで、5月2日に後楽園ホールで大会を控えていて、そこでタイトルマッチなどもあるので、まだ5月3日のカードは全て固まってはおりませんが、
まあ、それを踏まえた上で勝った人には勝った人なりのカード、負けてしまった人には負けてしまった人なりのカードを揃えて、5月3日の夜横浜ラジアントホールに乗り込みたいと思います。本当はですね、会場の人が心が何しようか関係ない、目いっぱいやらさせてもらいますと胸を張って言いたいところではありますが、言いたいところではありますが、このね横浜プロレス祭り2020もやるためにもですね、フリーダム坂がご迷惑をおかけするわけにいかないので、ギリギリの範囲内でやらさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先ほど訂正させていただきます、立ちました。3日目お昼はアイスリボンさん、はい、そして、夜がフリーダムさんという形でございます。失礼いたしました。さあ、最終日のお昼でございます。5月4日はプロレスリング01でございます。取締役会長大谷慎二郎選手、よろしくお願いいたします。はい、最後の取りとして01で試合をさせていただきます。今こう話を聞いてると、何団体かデビューさせる大会がありましたよね。お、今聞いていいなと思って、この記念すべき、この、ね、プロレス祭りでデビュー誰かさせようかなと思ったんですけど、ちょっとうちの練習生はまだまだちょっとあと2、3年かかりそうなんで、2、3年、今から2、3年ちょっとこれは無理なんで、今のこの01の01と今ブードゥーバーダーズの総力戦ですね。大谷、光平、岩崎とは対、タル、クリス・バイス、横山由香というこの3対3の総力戦の試合を行います。それともう一つ、ジュニアの方で今杉のライバルとして雷鳥という、新しいマスコが出てきます。この2人をここで初めて一騎打ちさせようかなと、ここでシングルマッチを組みたいと思います。はい、とりあえず今発表できるカードはその2試合ですね。全力のゼロワンのプロレスをお見せしますので、お楽しみください。はい、ありがとうございます。最終日はですね、大感謝祭という形になっておりますので、後ほどこちらの方はカードを発表させていただきたいと思います。さあ、そして今大会の目玉企画いくつかございます。その中の一つでございます、ヤングジェネレーションバトルという若い世代の皆さんに託したいというイベントがございます。各団体さんの方から1人ずつ選手を選抜していただきまして、その方たちがなんと全団体全試合に出るという形を試みたいと思っております。本日ですね、少しちょっと、抜けてる選手もいるんですが、各団体の、選抜選手にお越しいただいておりますので、各団体さんの後ろの方にそれでは、立っていただいてよろしいでしょうか。はい、3選手お越しいただきました。はい、アイスリボンさんからは、ジュリア選手、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあ一言よろしくお願いいたします。はい、この全部で8試合はやるということで、今からとっても楽しみです。試合形式だったりどうなるかは分かりませんけれども、まあ、男子との試合、まあ、男子とはあんま戦いたり試合したくないんですけど、まあ、そこは我慢して、アイスリボンのジュリアを皆様に思いっきりアピールしていきたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。そして、アイスリボンさんからもう一大会ございますので、もう一人選抜ということで、藤本選手、はい、はい、新しく高校1年生になった、はい、そうです、星いぶきです。はい、星いぶき選手、はい、本日学業ということで、はい、はい、お休みでございますが、アイスリボンさんから星いぶき選手、そしてジュリア選手が登場でございます。さあ、本日もお休みでございます。アノさん、はい、アクトレスさんからは、アクトレスガールズからは、大型の新人有田姫香を出場させたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。本日有田さんはお休みと、はい、なんかいませんです。はい、さあ、そして、今もうお隣に立ってらっしゃいますので先に行きましょうか。はい、フリーダムさんからは代表ご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、プロレスリングフリーダムズからは、昨年12月25日のクリスマス、葛西潤プロレスプロデュース工業でデビューした、鎌田直樹を出したいと思います。いけ鎌田。はい、プロレスリングフリーダムズの鎌田直樹です。若手として、試合出るには一番目立たなきゃいけないと思うんで、まあ、お互い倒す気で来てほしいですし、それは自分もその倍で返す気でいるんで、皆さん死ぬ気で一緒に戦えたらと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。鎌田直樹選手でございます。さあ、そして、大谷選手、はい、01からは、
はい、ゼロワンの選手の中で、僕の中で一番このいろいろなプロレスはいろんなスタイルがあるんで、いろんなプロレスを経験させたい、そう思う選手、僕の中で一番は北村翔輝ですね。まだ若いこともありますし、いろんなものを、吸収して、北村翔輝というプロレスラーを自分に作っていってもらいたいと思います。北村翔輝です。はい、北村選手お願いいたします。はい、ゼロワン代表の、北村翔輝です。男女、ミックスのマッチいろいろあると思いますが、リング上ではそんなの全然関係ないので、全力でゼロワンを背負って戦います。よろしくお願いします。アイスリボンさんお二人、はい、でアクトレさんが一人です。人、はい、で一応カマタでしょ。そうです。で北村でしょ。確かに、はい、シードリングは5人しかいないですよね。5人じゃちょっとカード組みにくいじゃん。はい、だって前の記者会見の時に新人デビューさせるって言ってたじゃん。新人がね、ちょっとまだ出せない。出せない。出せない。だってこの横浜プレス祭りまで間に合わせるって言ったじゃん。言いました。もう必死でやりました。できることは。でも間に合わない。仕方ない。申し訳ない。すいません。だね、代表がね、約束を破るっていうのは俺若い子の教育に良くないと思うな。確かに。いや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 。いや、永井さんのそんな姿見たくなかったな。ほら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 。約束破っちゃうな、ショック。ほらね、やっぱそうなっちゃうでしょ。いや、やっぱちゃんと約束守ろうよ、ね、え？お前がこの、ね、代表をずらしてこんなの座ってじゃない何が何やめてよ、何やうるせえうるせえ何よ、やめてよ、何こ何こに立ってるお前、何何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 大丈夫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 アマゾン生まれ変わった、ヤングヤング、はい、ヤングヤング、はい、やっておい、はい、ということで、はい、シードリングからはアマゾン決定、イエーイ、いや、ちょっとずるいな、おい決定、力技だな、おい、いや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 、アマゾンがアマゾンの意思ですから、ちょっとこれはちょっとチャンスをくださいよ。いいチャンスを、いいこと言ったみたいな、ね、どうしたの皆さん、チャンスを。確かに嘘ついたけど、ああ面白いんじゃないですか。ほら、面白いと思う。ほら、ちょっと鎌田、お料理でかいぞ、おい。いや、大丈夫か。大丈夫か。はい。大丈夫か。やるかじゃあ。やります。やるか。おお、オッケー。オッケー。そう、納得いかねえな、お前。ちょっとお前覚えとけよ、お前。いやいやいや。これで全部済んだと思うなよ、お前。さあ。さあ、そして、最終日でございます。こちらの大感謝祭の。カードが、一部決定しておりますので、私の方から発表させていただきたいと思います。順不同でございますけれども、女子プロレス男子プロレス混ざってございます。なんと、6人タッグマッチでございます。中島ありさ選手、雪日麻耶選手、朝日選手組対つくし選手、高瀬美幸選手、清水光選手組、こちら6人タッグマッチ、はい、そして田中雅人、葛西純組決定でございます。これ対、平田智也、岩崎とわ組、おー、非常に感慨深いタッグでございます。そしてシングルマッチはなんと鈴選手対シードリングよしこ選手、おお、はい、まあ、そしてこの、ヤングジェネレーションの試合、そして、まあ、あと数試合でございますけれども、最終試合はここにいらっしゃいます6人の代表選手たちによります、6人タッグマッチというふうにちょっと考えたいんですが、まだこれ対戦カードは未定でございますけれども、どうでしょう。はい、いや、ちょっといいですか。はい、僕ちょっとさっきのアマゾンのあれちょっと納得いってないんで、俺ちょっと高橋奈々と組めないですね。はぁ、いや、お前となんかできないよ。何言ってんだよ。マジ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 、もうそんなに。なんだ、確かに、ね、嘘ついたよさっき。嘘ついた、うん、嘘ついた、大嫌いだよ。ひどい人だよ。ひどいひどい。でもね、浜口ジム出身に繋がってるんですよ。大谷さん、
ナメン選手と組みます。おーし、おーおーし、じゃあ、そんなん言ったら、じゃあ俺どうしようかな。選んでるよ、選んでる。なんか、俺じゃあ、アノーさんと組みます。おーい、やばい。おーい、ちょっと待ってくださいよ、ナナエさん。私はナナエさんと組むわけないだろ。よし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 。嘘つきチームですか。嘘つきチームって言うなよ、ちょっと。おチーム嘘つきだ、お前ら。おい、とばっちりです、ばっちり。はい、3対3です。おっ、はい、そんなに決まりました。よし、よし。じゃあ、藤本塚橋選手、佐々木隆選手、安野沙織選手組対、はい、テキーラ朝芽選手、高橋七重選手、大谷慎二郎選手組、これよろしいですか。はい、よし、もう面白ない。じゃあもうこれが大感謝祭の最終メインイベントのカードということで、決定でございます。やっちゃいます。お前覚えとけよ。やっちゃうからな。絶対許さないからな、お前。こっちも許さないぞ。覚えとけよ、お前。許さないな、もううちの。お前が悪いんだから。許さない。おい、お前、お前。引いてちぎってよ。何ですか、何ですか。会見終わったら、なんかホッとしてる顔してんだ、お前。いや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 。何なんだよ、お前。そんなにそんな約束してたんですか。ニュージェネレーションはいいよ。ニュージェネレーションはアマゾンでいいよ。あいつ本気になって。おい、その顔、おい。いや別に七重さんなの共演水着見たいわけじゃないけど、もう見たいわけじゃないけど、ニュージェネレーションはいいよ。ニュージェネレーションはいいけど、5月4日の大感謝祭、お前共演水着で出ろよ。そうだ、やだよ。ダメだろ、やだよ。もう約束は守れよ、その顔を。おい、約束はしたんですか。してないした、した、した。いや、ちゃんと侍とかニコプロとかチェックしろ。ほら、夏希してないです。がっちりしてるから。してないです。まあ、これね、シードリングのね、シードリングの評判落とすよ、これは。約束を、ね、信用問題になる。そう、信用問題、信用問題になる。自分で言っちゃった。やばいよ、これは。どうする、誰が助けてください。大感謝祭は、俺はスッカとあの沙織と一緒に共演水着の高橋じゃないとぶっ潰すからな。はい、なあ、俺巻き込むから、君を。やめてください。まあ、みんなね、この子の共演水着見たいんだろうけど、でもその日は、その日だけは高橋七重に共演水着を履かせるから。誰か助けてください。もう誰か、もう大谷さんもいねえから。誰か、大谷さんいなくなっちゃった。味方いないから。人を募集します。いないです、いないです。覚えとけよ。ね、これプロレスラーに約束を破るってこういうことですから、ね、楽しみだな。トラブルです。もう私のこと取らないでください。もう恥かかせられた。あ、そうだ、そうだ。